甘いお話。今日はまっすぐな男気の味、大学芋のお話です。浅草隅田川に架かる琴戸橋は、直線の力強さから文豪川端康成により男の橋と称されました。まっすぐな男の店がここにも一軒、大学芋千葉屋。看板もメニューも至ってシンプル。店内には黙々と芋と向き合う男たちの姿が。千葉屋の創業は昭和25年のことでした。その当時お芋が全部千葉県のお芋で一年中使わせたもんで、じゃあ屋号は千葉屋でいいんじゃないかというんで千葉屋になってしまう。屋号の由来もシンプル。さつまいもを油で揚げて甘い蜜で味付ける大学芋。大学の近くで売られていたとも、大学生が好んで食べたとも諸説ありますが、素朴な味が親しまれてきました。仕上げに風味付けのごまを一振り。甘くて程よく硬くて周りはカリッとしてて、これが一番いいな、うん、創業から変わらぬ味を守り続ける千葉屋の大学芋には、今は亡き先代の男気が流れています。やっぱり大正6年までは頑固そのものですよ。今だから言えるうちの親父はその芋の問屋に勤めてたから、いい芋を見る目があったからね。だから美味しい芋だからお客様が食べてみて美味しいからまた来るってなって今があるんですよ。まっすぐに芋だけを見つめてきた千葉屋の男たち。その美味しさは今も昔も愛され続けています。長年のご愛顧で招き猫も真っ黒。